ストライクショット。こんにちは、モンストの中のササナパッチョとポナエです。今日は、皆さん興味あるんじゃないでしょうか。じゃんじゃん、超獣神祭限定の新キャラヒミコを使ってみた。すごい気になっちゃったことがあって、ヒミコの日ってえ跳ねなくね。え跳ねない。跳ねません。跳ねません。ヒミコは跳ねませんでした。はい、ハニーはちょっと山田一国、はい、行こう。はい、早速行きましょう。アイコン的に火ですね。ですよね。見てみましょうか。ちらっと、あ、貴族戦記だーだー。で、ゲージダンチダメージオール。え、めっちゃいいじゃん。龍馬のね、龍馬重力バリアでした。で、クロスレーザー EL。ちょっとじゃあ一旦貴族戦、キラー見せてみましょうか。蘇生を。そうだ。あ、強い。強い。やば。あ、これキラー見せれるんじゃないですか。じゃあちょっと弱点が近いですよ。上に上がり気味で、どうだ。うわ、強い。直談判でも全然問題ないですね。意外とこっから当たりたいけどいけるかな。あー、すごい。今見ました。今の、え、めっちゃ減ってない？めっちゃ減った。あー、敵の数で威力が増すやつ。ロミオだ。撃ちます。マジか。こんな感じかな。なるべく敵に奥当たりましょう。そうだね。上、下、下、上、上、上。上、下、上、上、上。おー、いっぱい、いっぱい。おー、かっこいい。ここ。おー。なので、理想的な動線だよ、これ。1、2、3、4、ボス、ジェジェジェ。大きい全滅。これ気持ちいいよね。ね。いや、強い。200万超えか。ですね。これだから、もっと当たればもっと出るってことですよね。うん。もっと当たればもっと出る。もっとうまく当てれば。うん。という感じで、ヒミコの進化でした。続いては、はい、神か。いくぞ。ステータス見てみましょうか。はい、じゃん。アンチ重力バリア、ゲージで回復、そして貫通でございます。全然違うね。SS 仲間たちを率いて独角さん友情コンボということで、早速引っ張ってみましょう。副友情コンボ、なんか全属性っぽかった。全属性っぽかった。うん、ちょっと見てみましょうかな。お、貫通だ。貫通ですよ。あ、オンザ、オンザ。お、当たった。いった。毒、毒角さんでサソリがいい感じに。全属性ホーミングも出ましたね、今。あ、出ましたね。うん、副友情コンボが全属性ホーミング。はい、ストライクショットが早くも溜まっておりますので、ほい、何ターンで溜まる。24ターン。仲間を率いるので、みんなに当てながら行こうと思います。こんな感じかな。はい、行け。我が軌道の力、ドクター軌道の力じゃー。おー、当たっております。すごい。106万3000に毒でね。しかも回復した。回復した。みんなに当たって。うん、そう、これね、ハートを1個取ってもいるんですね。あ、そうですね、取ってますね。取ってるけど、自分3体に当たってるから結構回復はしてるはず。うん、ね、ですね。弱点貫いて貫通でピューっていってる感じで、103万で毒で、あとで3万プラスとか。うん、すごい。両方できるってのが最近いいですよね。両方攻撃もできるし、うん、回復もできるストライクショット、うんうん、結構いいじゃないですか。つくよみとかもあるんですけど。うん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 。だからこれはね、アビリティと SS の組み合わせで両方できちゃうっていうのが、うんうん、確かにかなりいいですね。うん、回復なくて困るとこ結構増えてきましたからね。うん、はい、というのが
カミカでした。でございました。では出さ詳細見てみましょう。いきましょう。ということで進化カミカ出てるかな。こんな感じでございます。こちらが進化かな、うん、全然違います。こっちか、こっちが進化、こっちが進化の気がします、うん、正規子なんだ。あ、本当だね。正規子族と一緒に同族とかね、過激とか行けますね、うんうん、進化はスピード型でした。早いなって思ってたんですよ。早かったよね、うん、うんうん。なんでスピード型で反射おー400、うん、超え超えてます。規則性キャラで現状でアンチダメージボール、うんうん、でクロスレーザー EL、 これね HP がでストライクショットとそのスピード型っていうのも相性いいし、ね、いいですよね。走り回れる、うん、クロスレーザーが強いんだよこれ。強いよ、ね、太いからね。太かったから強かったはい、そんな進化でございます。カミカもじゃあちょっと見てみますか。カミカはかわいい、かわいい、うん、埴輪がフイッてしてて、うんうん、後ろに何でか歩いてる結構持ってますねやっぱメガホン、うん、こっちも。で、ステータスの方は貴族セキュラではなくてアンチ重力バリアとゲージで回復を持っています、はい、でストライクショットはみんなに当たって、号令系の打ち込み型のストライクショット、うんうん、友情コンバが独角さんと全属性ホーミングを副友情コンボで持っています。すごいですね、もうバランス型ですねこっちは。で貫通になるんですよ。全然違うじゃん。全然違うじゃんね。進化とかミカで。小欲張りプランだよ。これまた欲しくなるやつじゃん。またね気軽に進化とかミカ行き来しちゃうやつこれ。いっぱい素材用意しといて。そもそもね超重心さえしか来ないからね。そう、まずゲットするとこからですけどね。はい、以上。はい、超重心さえ限定ヒミコを使ってみたでした。イエイイエイ。ではバイバイ。ご視聴ありがとうございます。超絶キャストからご覧の方は概要欄にあるリンクから YouTube のモンスト公式チャンネルのご登録をお願いします。YouTube からご覧の方はチャンネル登録ボタンから登録をお願いします。モンスト公式動画ポータルサイトモンスト超絶キャストではモンストの動画がたくさん集まっております。ぜひ動画概要欄から見に来てくださいね。では、よろしくお願いします。